ダネダネ不思議なタックンです。今回はポケルン TV 史上初の大型企画でございます。1日でポケモンセンター、ポケモンストア何軒回れるか、イエーイ。かっこ東日本編。まあ、どういう動画かっていうと、1日でどれだけポケモンセンター、ポケモンストアのお店を回れるかっていうだけなんですけれども、まあ、ルールが移動で使っていいのは電車だけ、しかも特急とか新幹線とかそういうのは禁止です。2時間ごとにミッションっていうのがありまして、そのミッションに成功すると得点があるので、まあそこがどうなるかっていう話でございます。そして、検証の時間は11時から21時。あとはポケモンセンター、ポケモンストアに行ったら必ずその店舗の限定商品をできるだけ買う。スタートはですね、ポケモンセンター名古屋からとなっております。早速オープニングの映像を挟んだ後にすぐ始まるので、もう見てもらいましょうかね。それでは早速どうぞ。着いたー、ポケモンセンター名古屋、イエス。いやー来たね、人生初。はい、こんな感じでポケモンセンター名古屋にはこのポケモンカードステーションっていうのがあるらしいですね。初めて見たわ。凝ってるね。おーすげえ、スタートデッキじゃん。じゃあここでも買ってポケモンカードステーションで初めてやる子はこう学んだりとかできる。今矢場町ってとこにいるんですけど、次どこだっけ、中部国際空港なので、そこまでどう行ったらいいのかを調べていきたいと思います。多分これに乗ると思うんだよね。うん、3番から10番の間でお待ちください。というわけで中部国際空港の駅に到着しました。いや長かったね、1時間ぐらい乗ってましたね。時間がですね1時4分ということで、冒頭で言ってたそのミッションの時間なんだけど、早速ねスタッフさんからちょっと LINE が飛んでましたね。これから2時間ごとにチャンスタイムが訪れます。当たれば空港または特急電車に乗れる、高速バスでも乗れる、次に来る新幹線の一区間の上に確定か特急かギャンブルなど嬉しい特典がもらえるよ。13時のチャンスタイム5台、お昼ご飯とポケモンたちと一緒に写真を撮ってスタッフに送って、美味しそうかつ可愛い写真だったら特典ゲット。というわけでお昼ご飯と、ポケモンと一緒に撮って、なおかつその可愛くでお昼ご飯も美味しそうに見えるかっていうね感じのミッションだったので、こっからポケモンストア、中部国際空港店さんの方に行くので、ちょっとそこでお昼買いつつ寝りたいと思います。ちょうどいいタイミングだった。はい、でこっからは人の映り込みがちょっと心配なので、ちょっとこの女の子が嫌がるアングルでお届けしようと思います。はい、というわけで無事にポケモンストア中部国際空港店さんの方に着きましたと。やっぱ目につくのはこれだよね。え、払い出し職の狙いつくなっていますだって。つくよ。おー、あ、逆だ。パイロット姿のピカチュウが可愛いね。すごい、見てこれじゃない、空港ならではのピカチュウ。ちょっとね、大きい子はでもなんで、こっちこのストラップね、すごいかわいいんで、この子あります。はい、それではこちらのパイロットピカチュウセントレアバージョンのマスコット買いました。はい、こちらが、ポケモンスター中部国際空港店さんの、ピカチュウの像です。じゃあこの写真を送りたいと思います。タッキが特典プレゼントということで、はい、でここから作戦会議なんだけど、特典で、まあ、選べるんだけど、高速バスか、まあ、特急列車とか、あとは新幹線一区間だけとか、新幹線選びます。名鉄線に乗って、まあ、名古屋を目指したいと思います。それではレッツゴー。
い、というわけで名古屋駅に着きました。現在の時刻が14時57分ですね。新幹線の方に行きたいと思うんですが、多分移動してる間に次のミッションが来ると思うんで、とりあえずもう新幹線に乗ることがもう先決なんで、新幹線に乗っていきたいと思います。電車の中来てくれたら15時12分のぞみ号やった。こちらのねチケット取れました。10号車、新幹線がねのぞみ号で、名古屋から次の駅ってどこですかって聞いたらね、なんと新横浜だったんだよ。で次目指すところがポケモンセンター横浜でしょ。これ来たね。もう15時5分なんでミッション来てます。どれどれ。ミッションの発表はははは。自撮りムービー、ポケモンに関するものを撮って笑わせる、すごいと思わせる、感動させるのスタッフを圧倒させた方が勝ちだよ。今新幹線のホームだからな、ちょっと自撮り考えます。10号車です。これでね、もう笑わせたもん勝ちだと思うんで、これを送りたいと思います。というわけで新横浜戻ってきました。いや、めっちゃ寝た。椅子ふわふわだし、あったかいし足伸ばせるし、寝ないわけがないと。横浜駅に着いたんだけど、やばいやばいやばい、ミッション忘れてた。5時1分になっちゃった。これからポケモンティーブに関するクイズを1問です。制限時間30秒。初めてボディーマルクスクイーズを完成した時、みんなが最初に完成したポケモンは、この道調べるのにいいですね。うっそー、ちょっと見ちゃうかななんて思ったけど、待って、何があったっけ。だからそもそもね、ラインナップすら覚えてない。どんな動画かだったのか。いや、まさかクイズ形式で来るとは思わなかったね。いやー、とりあえずはポケモンセンター横浜に向かいます。はい、というわけでポケモンセンター横浜に着きました。はい、いや、買い放題の動画でもね、来たんで、何を買おうかな。横浜でしか買えないものを、リニューアルオープン記念グッズ。これは何だろう。これブランケットだ。これはタオル、ミニバスタオル。バスタオルいいね。バスタオルとか使うんでね、バスタオル買います。やっぱね、この店内の雰囲気がやっぱすごい素敵だね。僕の友達の間でポケモンフィットのベトベターが、ね、めちゃくちゃ可愛いっつってね、話題になって買います。はい、こんな感じになってます。ポケモンセンター横浜のこちらのグッズ買いました。バスタオル、ミニバスタオルだね。もう現在の時刻が18時近くになっているので、あと3時間しかない。これから東京駅に向かうんですけれども、ちょっとさすがにね疲れたので、ここで側転使ってちょっと優雅に移動したいと思います。東京駅に着きました。東京駅にはポケモンセンター、ポケモンスターが2店舗あるので行きたいと思います。人がもう本当にすごいね。天井が綺麗だね。はい、というわけでポケモンストア東京駅店さんに到着しました。駅員さん姿のピカチュウがお出迎え。フルメタルボールとナイトユニゾン、これ駅長ピカチュウ、ポケモンストア東京駅店制服バージョンということでね、もうこれはもう買うしかないでしょう。ポケモンストア東京駅さんを後にしました。やばい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 。今ね、時計ちゃんと確認したらね、19時2分になってて、もう次のミッションが始まってました。最後はミッション早押し、タックを探す。早押しやないかい。え、なに、ルールは簡単、ここから謎が来る、そこから隠れているタックを見つけたいね。やばいやばい、ちょっと待って、わからな、なんだ、隠れてるタックって。いや、隠れてないんだけどな、僕。え、全くわかんないじゃん。正解は、いや、わからな。いやー、なんか2回連続でダメだ。ちょっとね、最速ルートを断たれてしまったので、時刻が19時10分、ポケモンセンターメガ東京さんの閉店時間が8時なんですよ。20時。でもスカイツリータウンさんの方が9時までやってるんで、そこが今回の旅のラストかなっていう風に今計算して思いました。いや、しかし外寒くない？今日寒いよ、冷蔵庫だよって感じですね。あったー。ポケモンセンター東京 DX さんの方に到着しました。お買い物したいと思います。
すごい。すごいね、これ。だねだね。ポケモンセンター東京 DX 6分記念グッズということで、ここがね、限定グッズだと思うのでね、ちょっと見ていきます。見て、いや知ってはいたけどね、火消し姿のピカチュウということで、このね、まといがね、このニョロゾですよ。これを買います。ぬいぐるみたちのね、この並びダネダネを買います。こんな感じでお会計したいと思います。はい、それではポケモンセンター東京 DX さんでこちらの火消し姿のピカチュウのぬいぐるみ買いました、これから押上駅に行ってポケモンセンタースカイツリータウンさんの方に向かいたいと思います。ただいまの時間が8時4分で5分になるところなんで、間に合うかなって感じです。はい、ババーンと、ポケモンセンタースカイツリータウンさんに到着しました。さあ、最後のお買い物を楽しんでいきたいと思います。かわいい。はい、この辺がポケモンセンタースカイツリータウンさんの限定グッズかな。こちらでこのマスコットね、売ってたのでマスコット買います。すごい、見てこれ、ニョロゾかわいい。じゃあね、せっかくならこれをね、やっていきたいと思います。あ、待って、売り切れじゃん。エネルギーパック8枚入ってんのか。エネルギーはいっぱい持ってる。お、アクリルダメ感、いいね。紙製のやつずっと使ってるんで、アクリルダメ感買いたいと思います。それ誰よ。いや、かっこよすぎ。すごいね、メガレックウザもいるね、ここに。いや、さすが、ほんとスカイツリータウンって感じ。ドガースかわいいね、一目惚れ。すっげえかわいい。ドガースも買います。はい、こんなところにね、キモリもいました。お菓子もいっぱいあるので、スタッフさんにね、お土産買いたいと思います。ガムとかソフトキャンディーとかよく食べてるんで、ちょっとこれを。そう、このね、クッキーがね、だいぶ美味しいんですよ。これもメタモンのグミ、グミも買います。かわいいね。はい、こちらスカイツリーとピカチュウが一緒になってるこのマスコット、こちらを買いました。でね、あとは旅の終わりということで、スタッフさんへのお土産を含めて、ちょっとね、タクの欲しかったものもこちらで買っちゃいました。イエイ。それではちょっとスカイツリータウンさんで、じゃあ最後のね、まあ感想というか、どれだけ回れたかをちょっと喋りたいと思います。このレクーザの前でね、ちょっと出させていただきたいと思います。今日で、まずポケモンセンター名古屋さん、ポケモンストア中部国際空港店さん、ポケモンセンター横浜さん、ポケモンストア東京駅店さん、ポケモンセンター東京 DX さんで、ポケモンセンタースカイツリータウンさんという感じで回ることができました。こんだけ1日でポケモンセンター、ポケモンストア回ることってなかったんで、本当に楽しかったです。で、最後はこんな感じでレクザの前で綺麗に終わることができたんで、本当に良かったと思います。では第2弾はね、目指せ東北札幌ということで、そちらの方にも頑張っていってみたいと思います。ポケルン、じゃあ元気のかけらを買いに行くついでにポケモンセンター寄っていきたいと思います。一度タマムシに戻ろう。いや、ここのトレーナーたちみんな強いね。先に元気のかけらとか回復類を買いたいと思います。でもこの1個上だったと思うんだよね。あ、違う、あったあった、元気のかけらちょっと高いんだよね。まあ、10個あれば大丈夫でしょう。何でも直しも怖いんで持っときますか。10個になるように8個買おう。オッケー、大丈夫です。はい、ポケモンセンター着きました。ジョイさんお願いします。
そうだ、ちなみに次のジムリーダーって確か今日だったと思うんだよね。で、毒タイプに相性がいいタイプってなんだっけ、ちょっとパッとねしないんだよね。調べます。わかった、地面とエスパータイプが弱点らしいんだ。でもね、地面とね、エスパーのね、ポケモンがね、いたっけなって感じなんだよね。地面タイプ、サイホーンか。サイホーンだね。サイホーンがいたから、サイホーンを手持ちに入れたいと思います。カビゴンのところで、でちょっとね、その様子見る感じで経験値をね獲得すればレベルもちゃんと上がってくると思うんで、しばらくは戦闘に出さずに経験値でレベルアップという感じにしたいと思います。そうだ、ポケモンね連れてなかったから、リザードにまたね乗りたい。ドゥー、わーすごい、相変わらずすごいな。こんなんなるのに、あんなにちっちゃいんだよ、カメールとトレーナー。しかもちょっと速いしね。アイテムがある。うん、リザードンね乗ってて楽しいんだけど、ちょっとね、あの下のねアイテムが取れなかったりね、ポケモンとね出会えなかったりするので、次ライチュウね、ライチュウと一緒に歩きたいと思います。かわいい、ライチュウも見て、このお尻、走ってる時のお尻かわいいでしょ。うわ、歩きもかわいくない、チュン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 ってついてくるの、かわいい。あ、ポニータ、アイテムの前にポニータ捕まえたいと思います。よし、せーので、 OK、 よし、